無駄なこと。そこだ。逃がさん。先に行き、待っていてくれ。一気に行くぞ。時間の無駄です。張り切っていきますか。大丈夫です。はっ！追撃をかける。そこだ！一気に行くぞ！少しはお役に立てたでしょうか。ようこそ我が麗しの都へ。町というよりは天然の要塞とでも言った感じだな。なるほど、そういった記憶は残ってるんだな。気を悪くしたなら謝る。ただお前さんは根っからの戦士なのかもしれないなってさ。そうかもしれないな。この場所を選び備えをしているのは魔物が増えてきたからというわけか。ん？ああ、最近は何かと物騒だからな。備えをしておくに越したことはないだろう。ジェイナスさんはこの町で何でも屋さんをなさっているのですか？ああ、ちょいとばかり個性的なやつが多い町だが居心地は悪くない。俺やあんたらなんかにはうってつけの町さ。なるほどな。百聞は一見にしかず、自分たちの目で見て話を聞いてみるといい。その前に荷物は預けておいた方がいいかもな。この通りをまっすぐ進めば宿屋がある。まずはそこに行くといい。ジェイナスさんはどうするんですか？俺はちょいとばかし野暮用を片付けてくる。また後で会おう。では私たちも参りましょう。イヴァ、しばらくこの町を拠点にしようと思う。いいか？そのあたりのことはあなたに任せます。
何か用で。すみません。まさかこんなところで出会え。よかった。あれから俺のこと知っているも何も。そうだったんですね。バイスさんのことをご存知なんで。ええ、知っていますとも。僕の命の恩人ですから。教えてくれ。それは僕はあなたのことを知けれど、それは僕からの一方的な思いで。そんなことはどうでもいい。俺は何者なんだ。すみません。僕はあなたと僕の関係は、先ほどあなたは全てを語ろうとはしませんでした。ですが僕を必要としてくれました。そして僕にとっては、だから全てを聞こうとは思いませんでした。僕に答えられるのはあなた。でもそれを話すこと、なぜ僕が説明できるのは、僕が作り上げたあなたという人物像に他ならないからです。それはあなた自身や周囲の方々に、あなた自身が自然と、そしてそのお手伝いであれば。それなら、ただ私たちのことであれば。続けて。あなたがそう言うのであれば、きっと。ただなぜとは聞かないでく。僕はあなたに必要とされていた。あの日、そう。そしてその剣を手に入れ、神の符。それで。それ、とても激しく厳しい。その戦いで。はい。彼が剣で、その光は周囲の太陽を覗いた時のように目がくらみ、まるで世界のすべてを。僕はその光の中で死を覚悟しました。その後のことはよく覚えていません。これでお分かりで。みんなさーん、お集まりで。宿について語り合えるような雰囲気じゃ。どうやらあんたがこのシリアスな雰囲気を。すみません。いやいや、気を悪くしないでくれ。あんたらがあんまりにも。で、どうやら俺。なるほど。ああ、すみません。自己。僕はファスティと申します。なんでファズなんだ。あは、それは濁点があった方が響きがいい。それ以外に特に理由はないので気に。まあそれはいいとして。この辺りに森があるはずです。確かこの先にあるアルド平原はともかく、イリア大森林の森人の聖域ですからね。だからどうし、ちょいとばかし厄介な場所なんでね。なるべく立ち入らないようにしているのさ。僕なら案内できるかもしれません。実は僕、考古学者なんです。それで各地の遺跡とかを調べていて、あそこにある大森林のことなら多少の知識はあるつもりです。問題解決ですね。
だな。それではファズ、案内してください。おいおい、そいつは性急すぎないか。結構な長旅になるぞ。準備はできているんだろうな。この町で装備を整えられるような店はあるか。そいつはもちろん、とびっきりの可愛い装備を整えるなら、怪我した時や情報が欲しければ、生傷が絶えないのは仕方ないにしても。お気づ、何と、どう行けばいい。アイテムショップはすぐ隣で、ハンターズ、どっちもこれからの旅には欠かせ。いらっしゃいませ。あら、はじゆっ、いらっしゃいませ。ご新規様ですね。まずはこちらでご登録をお願いいたします。はい、登録が完了いたしました。ようこそフレンスベルジュへ。本日はどのようなご用件でしょうか。何かございましたら何なりとお申し付けください。いらっしゃいませ。ありがとうございます。またのお越し、お待ちしております。面倒ですね。たまにはビシッと決めないとな。一気に行くぞ。やあ、倒れた。どうでしょう。お願い。どうでしょう。お願い。これでどうしますか。やってくれ。じゃあ行きますか。無駄です。戦いに終わりはない。引き返すわけにはいかない。当然の結果ですね。なせばなる、なさねばならぬ何事もってな。広い平原があったんですね。見晴らしは最高だろ。
身を隠す場所はないということか。以前はこういった開けた場所ではあまり魔物の姿を見なかったものですけどね。まあな、以前はピクニックにはうってつけの場所だったんだろうな。最近じゃ魔物の数も多くなってきて、とてもじゃないがそんな気分にはなれないだろうな。もっとも、俺が生まれた時にはもうこの世界に安全な場所なんてなかったかね。行きますよ。せっかちな女王様だな。そう慌てないで、少しくらい話を聞いてくれてもいいだろう。でしたら続けてください。こういった場所には目印があるもんなんだ。そういった目印を選択して進んでいけば迷ったりすることはないだろう。初めての場所だとしてもいつかは目的地にたどり着けるはずさ。はずですか。森までの道までなら案内できる。安心してくれ。あとは魔物に気をつけていけばということですね。すみません、できるだけ皆さんの邪魔にならないようにします。そんな体になったのも俺の責任だ。気にするな、魔物は俺が相手をする。俺たちだろ。ありがとうございます。でもバイスさんも気になさらないでくださいね。もともと体を動かすことは苦手でしたから、怪我がなくても足手まといには変わりありませんでしたし。大丈夫です。あなたと旅をしている時も要領よく逃げ回っていましたから。それにアイナさんのおかげで右半身の状態もだいぶ良くなりましたしね。でもまだ目が。右目はまあ左目がありますから大丈夫です。そうか。話は終わりましたか。でしたら行きますよ。お待たせいたしました女王様。イリア大森林はこの先にある渓谷を越えればすぐだ。厄介な場所ではあるが、まあなんとかなるだろう。では参りましょうか女王様。バイスさん、少しいいですか。あなたの持つその剣のことですが。なんだ。人目につかないようにしておいた方がいいかもしれません。僕自身はあれは事故だと思っています。ですがそうは思わない人もいるでしょう。ですから。そうだな、使命を果たすまで無駄な衝突は避けたい。その後であればどうなろうと構わないが。バイスさん。さあ遅れないうちに行こう。手加減は無用です。はっ、最後いけるか。そこだ、遅い。はっ、
そうか、そうか、逃がしません。これで、これで逃がしません。そうか、残念だったな。そこ暗いな。フェイ、一気に行くぞ。それじゃ、はい、行きますか。そこだ、甘いな。戦いに終わりはない。面倒ですね。たまにはビシッと決めないとな。一気に行くぞ。やあ、え、私にもできた。お願い、フェイ。暗いな。甘いな。はっ、行くぜ。時間の無駄です。面倒ですね。やるしかないのか。残念だったな。悪いな、少しばかりやりすぎちまった。甘いな、甘いな。一気に行くぞ。フェイ、私にもできた。ま、こんなもんだろ。ちょいとばかり付き合ってもらおうか。わかった。行くぜ。そこ、そこで寝てな。暗いな。ここが決めどころだぜ。準備はいいか。来なさい。わかりました。そのまま行かせてあげましょう。私にもできた。どうでしょう。癒しの雫よ、すべてに等しく安らぎよ。甘いな。さーて、ショータイムといきますか。終わらせる。死になさ。はっ、はっ、どうでしょう。はっ、遅い。
これで終わらせますよ。やってくれ。じゃあ、はい、行きますか。時間の無駄です。来る。たまにはビシッと決めないとな。逃がさん。はあ、一気に行くぞ。メイ、私にもできた？どうしますか？来なさい。わかった。逃がしません。やあ、浮いた。はっ、うん、そこ暗いな。はっ、暗いな、暗いな。目障りです。消えなさい。その命、俺の罪の一部としよう。はっ、はっ、暗いな。あの世への片道切符だ。受け取ってくれ。これで終わらせますよ。やってくれ。はい、行きますか。はい、暴いな。戦いに終わりはない。おっと、こいつは少しばかりまずいか。甘いな。ハゼロ。残念だったな。暗いな。ここが決めどころだぜ。準備はいいか。来なさい。わかった。うっ、死んで。そこ、そこ。これで。暗いな。これで、そこ。はぁ、はぁ、暗いな。行くぜ。はぁ、はぁ、やぁ、ペイ、お願い。これで終わらせますよ。少しはお役に立てたでしょうか。面倒ですね。やるしかないのか。はっ、先に待ってくれ。はあ、一気に行くぞ。
来なさい。了解。ちょいとばかり付き合ってもらおう。わかりました。甘いな。悪いな。ハゼロ暗いな。そこ暗いな。そこそこ行くぜ行くぜ。はっはっ。残念だったな。そこ行くぜ。そこはっはっ。行くぜ。暗いな。行くぜ。甘いな。そこ暗いな。はっ。行くぜ。ここが決めどころだぜ。やつ準備はいいか。そこだ。暗いな。ま、こんなもんだろ。面倒ですね。たまにはビシッと決めないとな。はっ。そのまま行かせた。死んで後悔。遅い。甘いな。はっ。フェイフェイ。無駄です。逃がしません。逃がしません。これで一気に行くぞ。ちょいとばかり付き合ってもらおうか。いいでしょう。残念だ。的になってもらうぜ。行くぜ。ここが決めどころだぜ。準備はいいか。ちょいとばかり付き合ってもらおうか。わかりました。もう少しです。頑張りましょう。大友さん行くぜ。い悪いな。ハゼロはぁはぁ。そこだ。これで無駄です。そこ逃がします。無駄です。無駄です。お願い。はっ。はっ。はっ。行くぜ。どうしますか。周囲の状況を確認してくれ。たまにはビシッと決めないとな。はっ。先に行けるか。一気に行くぞ。はっ。やっ。浮いた。どうしますか。時間の無駄です。たまにはビシッと決めないとな。
追撃を先に行き、待っていてくれ。一気に行くぞ。やあ、た、私にもできた。ペイ、はあ、ペイ、これで逃がしません。逃がしません。無駄です。どうしますか。ま、こんなもんだろ。引き返すわけにはいかない。当然の結果です。なせばなる、なさねばならぬ何事も。もっとお役に立てるように頑張ります。面倒ですね。大丈夫です。そこだ。先に行けるか。一気に行くぞ。ペイ、私にもできた。戦いに終わりはない。ここから東に見えているのがイリア大森林だ。ここから先の案内は頼んだぜ。任せてくださいとは言えませんが、僕の持てる知識を総動員して皆さんのお役に立てるように頑張ります。